あやぴです。へいちゃんです。せーの、こんにちは、ラリーズです。はい、ということで、はい、本当につい先ほどですね、はい、セブンティーンの4トンが終了いたしました。はい、1人目の当選者は、せーの、ハニー、ちょばばー。はい、ということで上半先輩でございますね。2人目はまあそれぞれバラバラなんですけれども、はい、リノちゃんでした。はい、ミングでした。はい、こちらの4人のレポ動画を出したいと思います。8月24日にハニーと4トンをしてまいりました。はい、最初、うん、画面に映る前から、うんうん、ハニーの声が聞こえてて、うん、レイナちゃんっていうハニーの声が聞こえてたんですよ。で、最初私ボード代わりに紙を用意してて、でそこに私の下の名前がレイナなんですけど、レイナって書いてニックネームを考えてからつけてくださいっていうのを書いた紙を用意して、ここでずっとスタンバイしてたんですね。画面に映る前からハニーがレイナちゃんっていうのが始まって、で私がわーアニョンセヨーって言ったら、あーレイネ、あーレイナちゃんのニックネームは、うん、レイナちゃんです。これ本当聞いた時笑っちゃった。もうこれまんまです。あ、ハニーっぽいなと思って、私がレイナちゃんって言ってめちゃくちゃ笑っちゃったんですね。うん、そしたら、あ、はい、レイナちゃん。私、ありがとうございますってファイティングポーズしながら、これからもずっと応援してます、頑張ってください、ハニーもファイティングポーズしながら頑張ります、ありがとうございますって言って、私がさあよーって言ってハートポーズしたら、わーハートーパンパンパンで切れましたね。ハニーらしい、ハニー感満載だね。ビジュアルがねすごい、うん、めちゃくちゃ可愛くて、あのパーマのね、おハニーで、いやー、私は民具からでした。うん、名前で綾乃なんですけど、本名が名前綾乃にして、その下にあのクプスのセルカのモノマネをしてくださいって、あれがすごく好きなので、うんうん、やってもらいたくて書きました。うんうん、表示されたらなんか最初すごいなんか急に息吐きながら映りて、あ、民具だと思って、私が、あ、にゃんせよーっていうのと同時に、向こうもなんか、あ、綾乃ちゃんみたいなぶつかっちゃった。そうそう、めっちゃだだかぶりして、最初にやっとくと私と民具ほぼだだかぶりしちゃって、うんうんうん、あんま聞き取れなかったとことかあったんだけど、うん、クプスさんのセルカーって言われて、うん、はいって言ったら、こうやってもやってくれて、あ、もうそれめっちゃ好きって言って、めっちゃ近づいてきて、ごめん、顔とこの辺の部分まで終わった後もなんかちょっと満足げにみたいな感じで戻ってって、ありがとうございますって言って、うん、でこれからも頑張ってくださいって言ってる時に、向こうもなんか言ってたんだけど、そこも私がめっちゃ言っちゃってたから、うんうんうん、ほぼだだかぶで聞こえなくたんだけど、ありがとう、また会いましょうって言って、私も最後、愛してます、ブチでも伝えられた、あ、言わなきゃってなってパニックって、愛してますって言っちゃったっていう、本当にほぼほぼなんかダダかぶりになっちゃったんだけど、うん、まあ、私はあのクプスのセルカのモノマネが見れて、うん、めちゃくちゃ可愛いな、嬉しかったです。始まって、リノが画面にパッて映ったんですね。うん、パッて映って、で私も、あ、リノだってなって、喋らなきゃってなった時に、リノがちょっと下ぐらいこう見てて、すごい間ができたんですよ。そしたらリノが、あってなって、あ、リノが先にこんにちはって言ってくれて、うん、私がアニャンセヨって言って、うん、でそのリノには、まあ、名前レイナ、星オッパのモノマネをしてくださいっていう書いたんですね。そしたら、うん、まず名前をレイナって呼んでくれて、うん、で私がはーいじゃなくて、はいすごい生徒生徒ちょっと塩対応みたいな感じになっちゃったんですけど、うん、ニコって笑ってくれて、うん、星ひょんって言ってくれて、あ、で私が、あ、はいって言ったら、ほらんへーって言ってポーズをこうやって一緒に添えてくれたんでね、あ、かわいい、かわいすぎて、うん、笑って笑いながら、ほらんへーって、うん、私もやり返して、でありがとうございますって言ったら、うん、そしたらジノがニコニコって笑ってくれて、もうその笑顔がめちゃくちゃ可愛くて、それで私がこれからも応援してます、頑張ってくださいって言って、時間がなくてサランヘヨが言えなかったんですけど、うんうんうん、頑張ってくださいって言ったら、聞いてる時もこうやってうなずいてくれてて、はい、またねー、かわいい、はい、またね、終始ディノちゃん本当に可愛かったですね、うん、めちゃくちゃ、なんか本当に聞いてくれる、聞いてる時もずっと、うん、
とか、うん、なんかこっちが発するとあーって笑ってくれたりとかで本当にあ会話してるなっていう感じがすごいして、それいいね、すごいあ可愛い幸せだなっていう時間でしたね。歯にもそうなんか言うことをずっと考えてたんだけど浮かばなかったから、うん、もうそのまま民魚と一緒のクプスのセルカの真似をしてくださいのボードのまま行きました。パッて出たら、はい、あやのこんにちはって言ってくれて、かわいい、もうふわふわの感じで、であこんにちはって、うんうん、はいはいはい、歯に長いんですよね、なんか緩いよね、めっちゃゆっくりなのよ、はいって言った後、はい、最初あなんだってなったんだけど、あそうあそうモノマネだと思って、うんうんうん、あーかわいい、ありがとうございますたら、はい、ありがとうございますって言ったこれからも頑張ってくださいたら、うん、はい頑張ります、ありがとうございます、うんうん、って感じで、これもやりたかったんでハニヘーをやったら、向こうも、うん、あーハニヘーって言ってくれて、あーかわいい、かわいいってなって、でその後もちょっと時間空いちゃってしばらくあってちょっとなっちゃったから、あアニョンって言ったのかも、アニョンってアニョン、めっちゃ可愛いからその言い方が、なんかハニーの方がねめっちゃ長く感じた、うん、私もハニーの方が長く感じた、ね、結構ゆっくりでも喋るから、いやうんそう、そうそうそう、ゆっくりとコミュニケーションが取れるなって、うん、感じね、思いましたね。でも20秒ってなんかすごいあっという間だけど長い、長いようで短いようで短いようで長いみたいな、そうそうそうそれそれ本当に終わった後はあ、うん、終わっちゃったってなるんだけど、そう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 、やってる最中があ、まだ結構まだあるまだあるなんか頭で次の言葉を考える余裕がありますもんね、そうそうあるの、どうしよう何喋ろう、あ応援しますって言おうっていうあこれからやる人はやること、うん、聞きたいこととか考えていただいと思うんだけど、ねうん、本当にちょっと時間余った時とかに何か言うこととかもちょっと考えといたら、うん、もしかしたらいいかもしれないですね。ミンギュットのダダかぶりで結構反省したんだけど、そう、まあ、メンバーによってもね多分違うと思うけど、何も喋らないのあれだけど、ちょっと、ねうんうん、せっかくの声を聞けなかったってなっちゃうから、まあ、ちょっと余裕を持って落ち着いて話せたら、うんうんうん、よかったなっていうちょっと反省点があるので、うん、次もし民月やる方は、そう反省点がねあるよね、そうあるんだよ、そう待ってからさ反省がすごいのよ、なんでもっとこう言えなかったのみたいな、そうあ一個これだけはみたいなの決めとくと、うん、多分満足のいく、うんうん、やりやすいと思うし、できるかなと思うので、はい、これからも多分オンラインがねしばらくは主流になるのかなと思うので、本当に楽しい20秒でしたね、はい、40秒か満足でした、あそっか、ね、まとめると、ね、また直接とは違う、いや、楽しみがオンラインにもあるなというのを感じられました、感じたね、本当に簡単ですけど、はい、私たちのレポは、うんこんな感じになります、なります、はいはい、これから明日は楽しんでやってください、はい、はいはい、ということで今日はここまで、バイバーイ。